おはようございます。12日のニューヨーク株式市場は frb が今週の fomc で政策金利を据え置くとの見方が相場の支えとなりました。ダウは5日促進ナスダック s&p500 は揃って3日続伸でした。13日に発表される消費者物価指数の市場予想は前年比ベースでプラス4 1。.1% と前の月と比べて伸びが鈍化するとみられています。 こうした中14日の FOMC で FRB が利上げを見送るとの予想が75%近くを占め去年3月から続く金融引き締めが一段落するとの期待が高まっていますまたニューヨーク連銀が発表した1年先の期待インフレ率が2年ぶりの水準まで低下したことも市場の安心材料となっています S&P500 は4300を超えて取引を終了し去年4月以来およそ14ヶ月ぶりの高い水準となっています